風流太平記その第25回第10編つなぎ舟第7章続きから。岸の方では3人の男たちが船の下る方向へ走っていた。おそらく水戸街道の大橋まで先回りをするのだろう。落ちた男はと見ると、これは泳ぎができるのか、パチャパチャと水を跳ね上げながら岸の方へと近寄って行くのが、ほのかな水明かりの中に認められた。そのあたりで向こう岸へつけてもらおうか。又平は刀を吹きながら、じいさんには迷惑をかけてしまって申し訳がない。これには訳があるんだ。今は何も言えないが。何にもおっしゃるには及ばねえだよ。老人は竿を使いながら言った。わしもこれで67年世の中を渡り歩いてきたでよ。人間のよしあしぐれ3日も一緒にいれば見当はつくだ。ただ一つ悔しいのは。老人はおどけた口調で、あの騒ぎでせっかくの鹿の肉を無駄にしちまったことさ。そうしてヘラヘラと笑った。船は対岸の方へと流れを斜めに横切っていた。第11編江戸の下第1章。万三郎と小野田が結城へ立っていった直後、そしてその時はもう中谷平馬も林と沢野を連れて紀州田辺へ出立した後であるが、江戸では花田鉄之助が松平伊豆の守と密かに会っていた。鉄之助は初め老中筆頭の松平越中の神貞信に会うつもりであった。この朱雀調べの主要な庇護者は井伊兵部少輔である。兵部少輔直明は本家家紋の神直中の弟で、所領は越後の国与板2万石。その年若年寄りになっていた。もちろん家紋の神直中もこのことを承知であった。だからこそ深川浜栗町の下屋敷に彼の本拠を置かせたのであるが、それ以上のことはできない立場にあった。というのは兄弟の父である家紋の神直行は先の老中田沼殿物神と親しく大老職にあったのであるが、田沼氏が失脚すると間もなく大老を免ぜられた。これは単に大老を免ぜられただけでなく、田沼氏と関係のあったことに対する嫌責の意味もあるので、直行はすぐに隠居し直中に家督を継がせたのであった。すでに周知のことだろうが、田沼一派の勢力を負い井伊大老を罷免したのは事実上松平越中の神であった。そうして越中の神の背後には紀伊尾張水戸の三家をはじめ保守派の強い支持があったのである。鉄之助ははじめ直明に向かって、ことが重大であるから越中の神に会って話したいと頼んでみた。直明は兄の家紋の神と相談したらしい。その結果鉄之助の希望は拒まれた。これまでの調べでは朱雀事件の中心にともすると紀州家が出てくる。紀州家は越中の神の強力な支持者だから、越中の神に話すことは朱雀調べそのものがもみ消されるか、悪くするとこちらが罰せられるかもしれない。おそらく非常な弾圧を食うことは確実であろう、というのが直明の意見であった。けれども探査を進めるためにはどうしてもその基盤となるものが必要だった。問題が問題だから戸様諸侯には絶対に知られてはならない。各楼の中に協力者を固め、探査の範囲を広げ、行動の自由を助けてもらわなければならなかった。そこで直明は松平伊豆の神を選んだ。伊豆の神信明は長沢松平の政党で徳川親藩の一だから、越中の神貞信とも対抗できるし、老中の人望も厚く、将来は老中主座となるべき人であった。ともかく会ってみたらどうか。
直明がそう進め、その手順を取ってくれた。それから20日ほど何の知らせもなかったのであるが、ある日直明の家老松下内喜が来て、今日2時に中屋敷へ行くように伝えた。図州信明様は風邪のため数日前から中屋敷でご静養中ですが、そこでお会いになるから内密で参られるようにというご内意でございました。私一人で参りますか？いや、私がご案内をいたします。井伊家からの見舞いの品を送るという形で松下内喜が正室に立つ。鉄之助はその友の中に入って行くという手はずであった。では支度をいたします。時刻が迫っていたので鉄之助はすぐ支度をしに立った。第二章。松平伊豆の神の中屋敷は上野の忍ばずの池から北へ山頂ほど行ったところにあった。井伊家の使者に加わって鉄之助は定めの時刻にそこへ行き、邸内のすき家で信明に会った。信明は細表の凛とした僧帽で体つきも痩せてはいるが精悍な感じであった。檻からコンパルな逃がしを相手に鼓を打っていたが、その音の激しさはいかにも彼の勘の強い性格を表しているように思えた。二人だけになると信明は大きな目でぎろりと鉄之助を見やりながら、調書の写しは見たと切り口上で言った。あれが事実とすれば未曾有の大事だが、あまりに異想外で到底真実とは思えない。何かの間違いではないのか？間違いであれば幸せですが、事実を証明するものが次々に出てまいるのです。あの調書の他にか？写しを差し上げました。後お浜屋敷へ海出から密かに大量の荷をあげ、それをさらに他の場所へ輸送するのを発見いたしました。その荷の内容は？まだその報告は参りませんが、と鉄之助は結城へ三人の者が探索に行っていることを語った。結城というと下宇の結城か？信明は首をかしげた。何かお心当たりでもございますか？いや、心当たりというのではないが、結城には小木甚兵衛と申す富豪がいて、江戸にも店と住まいがあるし、喜家へよく出入りをするという話を聞いたが。喜様へ？小木家のことは鉄之助はまだ知らなかったが、喜家へ出入りするとすれば単に富豪というだけでなく、そこに何か意味がありそうに思えた。それからもう一つ、信明は続けて言った。これはそのことに関係あるかどうか不明だが、数日前大目付から日光街道へ人改めの急触れが出された。鉄之助はドキッとした。名目は不定の浪人が徒党を組んで某所に集合するという情報があったということなのだが、それは私どもに対する触れに相違ありません。前後の模様ではそのようにも思えるな。間違いなく結城へ人を使わしたことが知れたのでしょう。これをとってみても調書のことが事実であるか、少なくとも事実に近いということがお分かりにならないでしょうか？信明は庭の方へ目をやった。明らかに心を動かされたようである。鉄之助はここぞと思って閣楼の中に協力者を固めること、また探査についての行動の自由を助けてもらえるようにと懇願した。考えておこう。やがて信明が言った。しかしこれは難しい、非常に難しい問題だ。さすればこそお願い申すのです。それはよくわかるのだが。信明は眉をしかめ、それから片手で一種の動作をした。今日はこれで帰ってくれという意味のようであった。鉄之助は間もなく伊豆屋敷を辞去した。第三章。伊豆屋敷を出て松下内喜と別れる時、鉄之助は井伊直明への伝言を頼んだ。伊豆の神との面会は成功であった。信明が助力をしてくれることは確かだと思うから、井伊公からもよろしく言葉を添えてもらいたい。
なお日光街道への人改めの急触れが誰の手から出たものか、今後も他の方面へ同じような触れが出ると思われるが、どういう筋で誰から出されるかを知りたい。その点が分かれば首謀者の見当がつくだろうから、ぜひ配慮を願いたい。そういう意味のことであった。松下内記は承知した。鉄之助は広小路で籠を拾い、深川へと急がせた。できるだけ早く結城へ誰かやらなければならない。敵がそういう手配をしたとすれば、万三郎が無事に着いたかどうかもわからないし、これまで無事だったとしても敵の手配に気がつかなければ極めて危ない。そうだ、すぐにやろう。彼は声に出してつぶやいた。紀州へ三人立ったので、よそへ出られるのは太田加助だけであった。あとは主人持ちか役付きで江戸を離れるわけにはいかない。もちろん太田加助にしても他の者と同様、江戸から出るのは密航である。だが浜栗町へ帰ると、そこには意外な出来事が待っていた。河野さんが見えています。小出達也が帰ってきた鉄之助を見るなり言った。そして一緒に住まいの方へ歩きながら、どうもまずいことになりました。あなた方のここにいらっしゃることが感づかれたような具合です。どうかしましたか。小普請奉行から使いが来まして、小普請組のうちで不行跡のため失踪した者たちが数名この屋敷に潜伏しているという密訴があった。それには証人もあるから、直ちに放逐されなければ手続きを取って邸内を捜索するというのです。鉄之助は低くうなった。ここへまで手が回ったのか。容赦なくビシビシと撃ってくる敵の積極的で強烈な手がほとんど目に見えるようであった。風流太平記、その第25回、第11編、江戸の下、第3章、途中まで。2021年12月3日。この続きはまた次回。